q a 9 1は、ロシアで開発された、アサルトカービン。1980年代、ソビエト連邦の十二委タクマッシュ設計局は、特殊任務部隊向けとして弾薬及び銃を、総体として消音化した小銃ファミリーを開発した。これによって実用化された弾薬が QX39mm 弾で、あり、これを使用する、アサルトライフルが、AS、a s バル。 狙撃銃が VSS であった。しかし、これらの小銃で使用される QX39mm 弾は 7.62X39mm 弾を元にして、大口径アオン速化して開発された少数生産の専用弾であり、特にコスト面での問題が大きかった。QX39mm 弾の普及を図り、 生産数を増やす必要から1990年代前半、12イタクマッシュ設計局は、この弾薬を使用する飛翔音型の小銃の開発に着手した。QA-91 の開発は1992年より開始され、1994年より生産が開始された。なお、これと並行して1994年より、 SR-3 も開発されており、こちらは1996年より生産が開始された。QA-91 は優れた陰徳系構成と威力を両立させており、ロシア国内軍に採用されているほか輸出用として 5.45X39mm 弾、5.56X45mm ナトウ弾。 7.62X39mm 弾を使用するバリエーションもラインナップに加えられている。また、QA-91 をもとに、小音狙撃銃として、VSK-94 が開発されたほか、KBPA-91 においても、その内部構造が踏襲されている。ありがとうございます。